おはようございます、花井さん。まあね、オリンピックの話題まだ続いてますけども、まあ私オリンピックあんまり好きじゃないのは、まあ、特に最近になって際立ってきたんですけども、なんか結構ね、余裕がない人がうつつを抜かしてるのかなってところなんですよね。まあしっかり金も稼げないし暮らしも作れない人がオリンピックになるとキャーッとね、なんか光に群がる虫のように集まってくるといったらね、すごく表現が悪いんですけども、もっと他にやることあんだろうみたいな感じですよね。まあそういうふうに思っちゃうんで、あんまり人のことは見ないようにしてるんですよね。で、当然オリンピックを見てるってことは多分テレビ見てるんでしょうね。テレビを見るのもそんなに悪いことではないんですけども、まずは自分のことやんないとなって思うんですよね。まあですんで、私がそういったオリンピックとかね、お遊びとかにうつつを抜かすことはないかなと、そんなに余裕がある人生を送ってないぞと私は思うんですよね。私客観的に見たら結構余裕のある人生を送ってると思うんですけども、だからこそ余計思うんですよ。というのがね、余裕がない人ほど遊んでると、まあ遊んでれば余裕なくなりますよね。で、もうこの人はしっかり足場固めてるだろうとかね、しっかり人生組み立ててるだろうとか稼いでるだろうって人は結構真摯にその道をね、まだやってるんですよね。で、孫正義さんがね、バカンスを1ヶ月取りましたとかね、オリンピック毎日見てますって聞いたことないんですよね。で、堀江貴文さんとかもなんか今このオリンピックの真っ最中にロケットを上げたりとかしてるわけですよね。本当に自分のことを邁進してるというかね。まあ与沢翼さんもそうでしょうしね。だから小野里さんとかもね、それからまあ吉谷さんもそうなんですよ。なんかやってる人ってやってるんですよ。で、こういう時に、まあ例えばね、昔から私たちのね、中で言ってるんですけども、クリスマスの時期にクリスマス祝ってるやつとかね、もうダメだと。クリスマスの時にみんなが浮かれて遊んでる時に稼いでいかないととか、みんなの紐が緩んでる時にそこにフォーカスしていかないととかね、ストライクさせていかないととかね、まあそういうふうに思うんですよね。それは私もすごく思ってて、なんかちゃんと生きろよってことなんですかね。なんかこういう風になってくるんで、説教じみたことになってくるんで、あんまり私は積極的に人のことを見ないようにしていて、考えを求められた時とかね、私のところに塾生さんが来た時はさすがにいろいろと指摘させていただくんですけども、まあそういうことかな。まあオリンピックとかね、特にね、この時期だから話題出すけども、でもアスリートっていうのは別にこの時期だけやってるわけじゃなくて、どちらかというとこの時期を目指してやってる期間の方が本番だったりね、怪我をしないようにとか故障しないようにとか、人間関係が悪くならないようにとか、ストレスがかかんないとかやってるわけですよ。でも今回、ちょっと話に聞くとね、オリンピックの選手でメダルを取った人が非常に申し訳なさそうにインタビューを受けてるんですよ。それはこんな皆さんがね、いろんな行動制限を受けてる時に自分だけこういう風なステージに出ちゃってか申し訳ありませんとかね、だからそういう風な思い、ちょっと肩身の狭い思いをさせているこの体制は何だろうと思うんですよ。で、私もそうオリンピック本当ふざけんなと思ってるわけなんですけどね。極端な話言うと、選手が参加するからオリンピックの組織委員会とか、それから菅政権とかね、増長するんだと思ってるわけなんですよ。だからそういう意味ではオリンピック選手が自分のね、なんかこう出場枠欲しさにへいこらへいこら集まってるところに、なんかすごく強烈なね、もうオリンピズムの、まあ、かけらもないなってところを感じるわけなんですけどね。まあ結局そういうところに興味を関心を持っちゃう自分の情けなさということですかね。まあけどやっぱね、自分のことしっかりやっていけばそういう憤りも消えていくっていうかね、あんまり関係ないかなと。私の目の前には、競技に打ち込む人の姿は全く見えないんで、はっきり言って全く同じですよね。こうやってカメラの前でまた喋っていて、同じような顔ぶれが返信動画をくださったりとかね、するところでまあ思うところはあるかなと。ただ私はこれで自分が磨かれてるとも別に思わないんですよね。ただどこに向かってるか分かんないけども、一つ動画が来たら一つ返信するとかね、
まあそんなことの繰り返しかなと思います。さあそれでね、なんかこう殺伐としたものになってくるんですけども、あのやっぱりこう自分が何を支えてるかっていうところですよね。きっと偉そうなことを言うわけではないんですけども、やっぱこう男として生まれてきて、まあ、一つの命とか一つの家庭をしっかりと支えていくっていうのは、まあ私は当たり前だと思うんですよね。まあそれに、まあ組みしないというかね、まあ家族とかが家庭ができるタイミングとか自分が支えていくものができるタイミングだったら人それぞれまちまちだと思うんですけども、まあこれがね、あの抱えていけるものがいるってことは一つの、まあ、喜びなんじゃないかなと、まあなんとなく思うんですよね。これね、私は家庭ができたからいきなり言い出してるわけじゃなくて、これ一人で暮らしてる時も同じなんですよ。だから自分が何をね抱えているかとかね背負っているかっていうのはそのまま自分の発揮する力に、すごくインパクトを与えているかなというところもありましてね。まあ今日はこの辺にしておきましょうかね。もうあんまりオリンピックのことでスッとしたんで、まあとにかくそうやってね人の運動会に付き合ってる暇はないかなと、そして単なる楽しみだよっていう方はねいると思いますけど、それはもう存分に楽しんでいただければいいんですけども、私にとってみたらオリンピックに興味がないのはそんなことに時間使ってる余裕はないかなっていうことですね。もしオリンピックを話題にすることがあるとしたら完全なるアクセス目的ですね。あ、ということでね、まあ日本国民全員が、人類全員がねオリンピックに肯定的なわけではなくて、それはねパチンコ一生懸命やる人に応援者がいなかったりするのはね当然だと思う人がいるように、オリンピックくだらねえと思う人もいるわけですよ。それは人の感動だからですよね。自分のものではないからなんですよ。だから自分の関心事に近ければ思いも高まるし、自分の関心事に遠ければね、それは存在しないのと同じになっちゃいますよね。ただ多くの人に関わってくるのはやっぱりお金を稼ぐってことじゃないかなと思うんですよ。お金をしっかりと稼げてからの話なんじゃないかなとそれぞれね思いますんで、しっかり稼いでいけばいいんじゃないですかということで今日はねそのぐらいにしておきましょうか。じゃあね、これからのお金の稼ぎ方について話していきませんか。これからね、いってらっしゃい。